ロバート・セルマー・バーグランドはアメリカ合衆国の政治家。ジミー・カーター政権で第20代アメリカ合衆国のオム長官を務めた。1928年7月22日にミネソタ州路蔵において誕生した。バーグランドは路蔵近郊の農場で成長し、地元の公立学校で教育を受けた。バーグランドはミネソタ大学農学部で学び、 1948年に2年家庭を終了した。バーグランドはミネソタ州に600エーカーの農場を所有した。バーグランドは農務省に入り、1961年3月から1963年1月まで農業安定保全局局長を務めた。バーグランドは続いて、 1963年1月から1968年5月まで、農務省中西部担当部長を務めた。1968年に連邦会議員に立候補したが、落選した。1970年にバーグランドは民主党から連邦会議員に立候補し、当選した。バーグランドは1972年、1974年、1976年にも、 再選を果たした。1977年1月22日に連邦会員議員を辞任した。バーグランドは連邦議会において会員農業委員会の委員を務め、環境保全調査小委員会と家畜穀物落農課金小委員会に所属した。1977年1月23日に連邦会員議員を辞任した後はジミーカーター政権で、 農務長官に任命された。同郷で親友であったウォルター・モンデールは同政権で副大統領職に就いている。バーグランドはカーター大統領の人気満了となる1981年1月20日まで農務長官を務めた。農務長官退任後は1982年までファームランドワールドトレード社の社長を務めた。2018年12月9日に ミネソタ州路蔵郡の老人ホームにて、満90歳で死去した。ありがとうございます。